げ出すことなく、よく来たな。これが大魔女アニス。私の望みはただ一つ、魔界の扉を開き世界を滅す。世界は滅ぶのだ、この大魔女アニスの手によって。さあ見るがいい、私の力を。そして絶望にその身を焦がすがいい。あがくがいいか、忌々しいマナのハムシども。希望を絶望に塗り替え、遠さの底に沈むがいい。アニスの渇きを満たすために。これが大魔女アニス。マナの女神様に匹敵する魔力だわ。このままじゃ。いいえ、これしきのことでひるむ私たちではありません。私たちの愛する世界を絶対に守ってみせます。滅び、ダブルアタック、エクスプローダー、まだまだ、
これで終わったと思うなよ。私は何度でも蘇る。この世界をいつか必ず滅ぼす。お前たちがこの世から消えたとしても、私は消えぬ。ただわずかな時を眠るのみ。いつか、必ず。いつか、必ずや。私たち、勝てたのでしょうか？いいえ。マナの女神様がいる限り、アニスが消えることはない。けれど、この戦いで大きな深手を負ったのも事実。しばらく彼女が目覚めることはないと思うよ。これで世界の危機が去ったわけではありません。早くマナの女神様をお救いしなければ。グランクロワ様のところへ戻りましょう。大魔女アニスを打ち果たしてくれた。そなたらのような若者のいる限り、何度この世に危機が訪れようとも、世界は必ず救われるはずだ。そなたらの目を見ていると、遥か昔、若かった頃を思い出す。若者こそ世界の希望。この心地よさに包まれたまま、わしも眠りにつくとしよう。若者たちよ、世界の希望よ。そなたらであれば、必ずやマナの女神を救ってくれると信じておるぞ。